皆さんごきげんよう。みんなは日曜日の夜のアニメといえば何が思いつくかな？そう？50年以上前から今も愛されていて、名前に海の生き物がついていて、そして時代は昭和のあのアニメ、お魚くわえたドラ猫を追いかける女性やバッカモン、と叫ぶ男性が出てきて、オープニングでは果物からパカッと現れ、エンディングではランニングしながら家に帰っていく。そんな国民的アニメについてまとめた気になるスレのタイトルは、サザエさんに出てきた現代的なものの画像を淡々と貼っていく。サザエさんといえば昭和をイメージする人も多いんじゃないかな？でも実はサザエさんの中ではたびたび問題になっているのが、これ新しい家電じゃない？いや、明らかに昭和じゃない建物がある、など、現代に近いものが登場していることなんだ。サザエさんをあまり見たことない人も詳しい人も、この動画を見ればサザエさんをもっと見よう、と思えるかもしれないね。わかりやすい画像付きだから楽しんでいってくれると嬉しいな。それではスタート。まずは切手、昭和基準なら50円のはずだよね。続いて薄型テレビ、隣に真緑の昭和完全開の冷蔵庫が置いてあるせいで違和感が半端ないです。いきなり発見。船が持っている切手はどうやら2014年から流通していた52円の切手。スタートからすでに平成のものが溶け込んでいる。そしてそれを上回るほどの薄型テレビは、みんなの家にもありそうなくらい最新のものに見える。しかも他の家電と比べて明らかに浮いているのがお分かりいただけただろうか。ちなみにサザエさんの時代昭和26から49年のテレビがどうだったか調べてみると、カラーテレビが登場して間もなかったので、まだまだお金持ちしか持っておらず白黒テレビが主流だったんだ。こんなんスタッフ気づかんもんなんなんやな。ええぞ。ええやん。サザエさんの家電は全部東芝製だぞ。携帯電話、花沢さんのお父さんから携帯電話を借りる波平のシーンです。誰も携帯を持っていない、かつ誰もそれに不便さを感じていない世界観なのに、なぜか花沢さんのお父さんだけは携帯電話を持っている。サザエさん世界の謎は深まるばかりですね。パッと見ではなんだかアンバランスに見えるこの画像だが、しかし実はそうでもない。今はほとんどがスマホに変わってしまったけど、黒電話はレトロで可愛い、と、今でも使う人がいるほど人気がある家電なんだ。なのでこの画像も船が大切に使い続けてるということなら可能なのかもしれないね。昭和はポケベルが主流。戦時中とかの話だから持ち運ぶ携帯すらない。全自動卵割り定期。電動シェーバー、電気会社がスポンサーとは思えないほどアナログな家電ばかりを使っているサザエさんですが、なぜ電動シェーバーは最先端のものなのか気になります。これは、ものすごくフィリップスのやつ。調べたところによるとこれは2007年頃のモデルと思われる。そして隣に並んでいるシェーバーや広告は古いタイプなので、なんとも不思議な気持ちになるね。そして必要性を感じない波平のヒゲにもシュールさを感じる。3つに分かれてるやつで草。フィリップスあるやん。シェーバーはほんまに草。要するに。山の日、山の日は今年から導入された新祝日。男の子は皆坊主か刈り上げ、女の子は皆パンツ見せ、大人は刈り上げばかりで、その辺には和服を着た中年が大勢いる。こんな世界観で平成28年が舞台と言われても違和感しかありませんね。これはもう昭和だとかいう次元じゃない。一致が言う通り、これは2016年にできた新しい祝日。ちなみになぜ山の日かというと、海の日はあるのにどうして山の日はないの？という意見があったことがきっかけだったみたい。そして山の恩恵に感謝しよう、という意味もあるみたいだね。そしてスレの空気はどんどんサザエさんイコール昭和という概念が薄れていくのである。思いっきりエイリアルブラックで草。めちゃイケの人たち、めちゃイケの収録がサザエさんの街で行われたというお話です。今も大活躍中の江頭さんがいるということは、やはりサザエさんの舞台設定は現代なんですね。コインランドリー、洗濯機が壊れた話で出てきたコインランドリーです。ピンクの洗濯カゴのデザインがなんとも昭和的ですね。スカイツリー、ゴールデンウィークの時カツオがどこに行きたいかをそれとなく波平が聞いたシーンで出てきました。童話ではワカメがゴールデンウィークはゴム飛びをして過ごしたいと言いました。ゴム飛びをする女子小学生が普通にいるような時代設定なのにスカイツリーはある。世界観がぐちゃぐちゃすぎてもうわけがわかりませんね。ちなみに別の話では普通にスカイツリーに行っています。ちなみにという表現なら解説はなさそうやな。ちょうど画像持っとるしワイが張ったろ。カツオとスカイツリー、なんだか不思議な組み合わせ？と思いきや、
スレミンが貼ってくれた画像では波平もカツオもおしゃれしていて溶け込んでいるのがわかるね。その潔さがサザエさんはそれでいい？と納得できてしまう。ちなみにツイッターではこの回は特に話題になったようで、時空が歪んでいる、これはサザエさんの世界のスカイツリーだ、など様々な受け取り方があったよ。デジカメ、1時間スペシャルで登場したデジカメです。サザエさんはスペシャル回だとよく無理やり時代設定を現代に適応させたかのような要素をたた盛り込みます。しかし先の画像で何度も挙げているように、注意深く見てみると現代的なものは結構頻繁に出てきます。それはともかく、磯野家にはパソコンはないのにどうやって現像するのでしょうか？写真屋さんでやってもらうのでしょうか？ちなみにこの回ではスカイツリーも出てきました。スカイツリーの前で電話ボックスを使い楽しそうに話す若者。時代設定がますますわからなくなりますね。ノリスケがパソコンで原稿を書いているシーンがあったはず。へぇ？おう、あんまり掘り下げたるなや。いろんなものが混ざって歪んでいる世界観、それがサザエさんクオリティ。コンビニ弁当、直接出たわけではありませんが会話の中で出てきました。ほとんど面識もない女性を夕飯に招待するという現代の価値観上では全くもってピンとこないこのシチュエーションでコンビニ弁当という単語、ますます時代設定がわからなくなります。この回以外でもサザエさんではごく稀にコンビニという単語が出てきます。でもサザエさんの番組内でコンビニがちゃんと映ったことはありません。やはり世界観を壊しかねないものは映さない方針なのでしょうか。これだけ見るとまるで女性がタイムスリップしてきたようにも見える。そしてこのサザエさんでのコンビニ問題、実は他にもノリスケがツナマヨと言ったり、ナミヘイがコンビニ前で雨宿りするシーンが登場するなどレアではあるが存在しているんだ。そしてスカイツリーや山の日が出たので、もうコンビニくらいでは驚かなくなっていくスレミンたちに次の画像が投下される。これ前の日曜日のやつやんけ。サザエさん時空やぞ。コンビニよりもかなり新しくできたスカイツリーは映すのか。困惑。画像のネタが切れてきたのでちょっと思考を変えます。大阪万博記念硬貨、現代的なもの。というわけではありませんが、カツオたちが昔の貴重な硬貨を珍しがるエピソードで出てきました。でも生まれる前どころか普通に磯野家は大阪万博に行っているんですよね。ますます世界観がわからなくなってきます。これほんとくさ。皆さんご存知全自動卵割り機。一時期この回がネットでカルト的人気を博していましたね。でも最近のサザエさんでは堀川くん回をはじめとするこの回以上のカオス回がかなり多くなったような気がします。実はこの全自動卵割り機が出てくる回がサザエさんの中でも伝説の回と呼ばれるほど有名なんだ。波平さんが購入してきた全自動卵割り機で作った卵焼きを食べたマスオさんが、いやーうまひーと奇声を発したことで一気にカオス回となり、ニコニコ動画で拡散され伝説の回となったんだ。無槽式洗濯機、こんな真緑でレトロ感漂う洗濯機なんて常備の家庭では絶対に見ませんね。でもサザエさんのスポンサーは大手家電メーカーなんですよね。最新家電を出さなくてクレームは入らないのでしょうか。不思議ですね。これはあくまで噂ですが、タラオが東芝の新型テレビを褒めるセリフを番組内で出したら苦情が殺到して以来レトロな家電しか出さなくなったという話があります。お、マジ？洗濯と脱水が別々にできて洗濯できる量が多い、プラス何回か同じ水を使うことができるってことで、大家族や部活では未だに重宝するんだぞ。あと洗濯機も原作サザエさんの時代には手回し脱水機能付きのローラー式。サザエがローラーを使って突き立ての餅を薄く伸ばそうとするも、薄くなりすぎてカツオが文句を言うネタが原作漫画にあるんやで。アニメでは洗濯機がこの新しいやつなせいで使えないネタになっとるけど。そう？磯野家の洗濯機は昭和っぽい緑の二層式洗濯機を使っている。そういえばテレビも古いブラウン管なのはなぜ？と気になった人もいるんじゃないかな。実はサザエさんのプロデューサーが新しい家電にしようとチャレンジしたこともあったみたいなんだけど、殺風景で冷たい感じの雰囲気になってしまうという理由から家電類は昭和のままみたいだよ。おしゃれな若者、サザエさんワールド内で精一杯表現できる今時の若者描写の限界はこれなんですかね。70年代ならこの格好はとてもおしゃれに見えるはず。こんな格好をした若いのカップルが楽しそうに公衆電話で電話する。電話機の色が昭和基準のピンクではなく、平成基準の緑であるところがなんともこの世界のいびつさを強調しています。冷蔵庫、この昭和感漂う真緑のカラーの冷蔵庫って今でも売られているんですかね？
本当に大型家電メーカーがスポンサーなのか疑問に思えてきます。そんな冷蔵庫、言うほど昭和感ないわ。サザエさんの時代、昭和30年代の一般的な冷蔵庫はこういう木製のやつやで、工具屋さんがリアカーで売りに来る氷塊を買って上に入れて、その氷塊によって下を冷やすタイプ。これは古い、なんかもう懐かしいとか言えないレベル。マスオのデスク、まず第一にパソコンがありません。そして異様に片付いています。そもそも後ろのグラフは一体何を指したグラフなのでしょうか。平成のこの世の中でこんな職場環境で何の仕事をしているかは疑問です。マスオは追い出し部屋に幽閉されてるんだよ。かわいそうだろ、やめて差し上げろ。商談を成立させて蕎麦屋で水だけ飲んで蕎麦屋から追い出された話が直近の日曜日に流れていたぞ。へ、何兵のデスク、まず第一にパソコンがありません。マスオ同様、机周りが異様に片付いています。その上、書類ファイルすらありません。この紙とペンは一体何に使うためのものなのでしょうか。パッと見個室のようですが、一体どのような部署なのか謎です。そして何兵さんの連絡先は家族、電話内容は使用電話。こんな調子で上司に怒られないのでしょうか。そもそも一体何の仕事をしているのか。何兵さんはある種の窓際族なのでしょうか。そもそも向かいの席の人物は一体何者なのでしょうか。単にアニメスタッフが適当な仕事をしただけなのでしょうか。サザエさんのスタッフは一般的な仕事の風景のイメージも湧かないような世間知らずばかりなのでしょうか。考えれば考えるほど謎は深まるばかりです。確かに二人揃って電話、紙、ペンというシンプルさ、もしかして窓際族と思う一致。しかし心配は無用。二人の月収を調べたところ、波平さんは78万、マスオさんは48万という衝撃の事実が発覚。もしかしたらアニメで放送していないところで努力しているのかもしれない。以上です。皆さん、楽しんでいただけましたか。おつやで。サンキューイッチ。 Y の方から少しだけ補足させてもらうけど、サザエさんの時代設定は現代と明言されとる。 CD サザエさん音楽大全の解説書の中でスタッフが次のように語っとる。あの世界は現代でありながら昭和の時間が流れているんですね。つまり昭和の匂いをいかに残すかが大事なことだと思っていて、だから波平やマスオは未だに携帯電話も持っていないんです。これはサザエさんとはどういうものかがわかる発言。現代を共に生きながらも昭和を感じられるアニメ、そんな唯一無二の存在がサザエさんということになるね。しかし納得のいかない一致は鋭いツッコミを繰り出すのである。現代とは、なるほど、そういう意図で作品を作っていたんですか。でもだとすると、花沢さんのお父さんが普通に携帯電話を持っているところに違和感を感じてしまいます。でも来週からカツオが部屋にこもって PC して、ワカメが LINE で堀川の悪口言って、サザエがコンビニで何か買って、波平が家で第3のビール飲んでるのは嫌や。ここで言う現代とは具体的に2016年なんや。例えば平均寿命のデータなんかも2016年版のもの。女性 86.8 歳、男性 80.5 歳。スレミンの中にかなり詳しいサザエさん好きが登場。ところどころに出てくる時代設定により、再びスレミンたちは困惑していくのである。サザエさん博士がいますね。昭和がそのまま続いてる世界なんやろな。今年は昭和91年です。なおサザエさん原作には皆野川、双葉山より前の横綱の名前が出てくる模様。せっかくやし、もうちょっと画像貼ったるか。わかめ、世界文化遺産を聞かれて富士山と答える。なお2013年登録。波平の口から財務大臣という言葉、2001年に大蔵大臣から解消。なかなか興味深いですね。どんどん深くなるサザエさんの沼、考えるほど難しくなる。そんな難しいことやめて、みんな、野球しようぜ。子たちにとっては現代なのに昔の暮らしをしている変なアニメ、お年寄りにとっては別に昭和らしさを感じられず昭和のノスタルジーに浸れない。これで一体誰が得するんや。もう完全に昭和30年代くらいの設定にしてしまって、昭和の時代劇になればええやん。わかる、現代設定なのに昭和の暮らしだから時代錯誤と言われるのであって、本物の時代劇に対して時代錯誤とかいうやつはおらん。普通はそんなこと考えずに見とるのでは。これは様子で。そう、サザエさんは日曜夜に見る平和なアニメ、そのはずだけど、最近では SNS で炎上したり色々あるみたいだね。こんな衝撃的な回があったという人はコメント欄で教えてくれると嬉しいな。原作は闇市とかボンとか出てくるような時代やし、それをそのままってわけにもいかんのやろ。そんな昔か。ま、多少はね。昭和40年代で固定してあるちびまる子、有能。
いかがでしたか？最後は昭和の代表的なアニメのちびまる子ちゃんで幕を閉じることになりました。確かにちびまる子ちゃんのように時代を固定したアニメもいいけれど、サザエさんのように時代の流れが動くアニメも見ている方は楽しめるんじゃないかな。50年以上前から今もなお続く貴重なアニメのサザエさん、それは昭和の香りを残しながらも私たちと一緒に歩んでいるということがわかったね。まだまだこんな現代的なものがあった、忘れられない回があった、堀川くんがやばいなど印象に残った話があったら、ぜひコメント欄で共有してくれると嬉しいな。それではまた別の動画も見てくれるかな。ご清聴ありがとうございました。言わずと知れた国民的ご長寿アニメサザエさん、放映される次の日が週初めの月曜なだけに、サザエさん症候群なんて言葉があるくらいの国民的アニメだ。そんなサザエさんにはまことしやかに噂される裏話や裏設定があるという、ネットで見聞きしたことがある視聴者もいらっしゃるのではないだろうか。今宵はサザエさんに精通している一致とともに、サザエさんの都市伝説を解明していこう。サザエさんに関するデマで打線。2022年2月19日、サザエさんに関する都市伝説はデマだとのスレが立てられた。一致はそのデマで打線を組んでみたらしい。早速一致の話を聞いてみよう。1、最終回。2、エンディングの家の煙で、じゃんけんの手が決まる。3、次回予告のピーナッツ投げを、真似した子供が、おう。4、磯野家の学歴。5、ワカメとタラちゃんが、ヒロポンを服用。6、サザエさんの舞台は昭和。7、サザエさんは男尊女卑。8、船は5歳。9、マスオとノリスケはインパール作戦の生き残り。先発、幻の妹、磯野メダカ。中継、サザエさんはイタリアで放送禁止。抑え、マスオの不倫相手。解説はあるが、条文注意。それでまだったの？というものや、なんだか不穏なものも混ざっている。これらを一致が丁寧に解説していってくれるみたいだ。ちょっと長い話もあるが、ぜひ一緒に聞いてみてくださると嬉しい。1、最終回。最終回、一家はそれぞれ自分の名前についた生き物に戻り、海へ帰るというもの。知っての通り、この最終回はあくまで都市伝説、実際に書かれたものではない。が、原作にはこれの元になったと思われる回が存在する。それは姉妹社版絶版最終巻の一番最後に収録された、漂流記というショートストーリーだ。波平、サザエ、カツオ、ワカメが旅客船の事故により、無人島へ漂流するという内容で、原作の実質的な最終回であること、人食い人種に捕まるといった展開のインパクトが強いことから、この話におひれがついて、上記の都市伝説の形成へと繋がった可能性はある。なお、この漂流記が収録されていたのは、初版のみで、この版では削除封印されてしまったことも、都市伝説化に拍車をかけたのかもしれない。原作者の体調不良により中途半端に終わったため、原作のサザエさん自体には特別な最終回はない。とはいえ、明確な最終回が書かれたことは一度だけある。初期のサザエさんは夕刊福日にて連載を開始したが、原作者の長谷川が東京へ越すにあたって一旦休載。間もなくして連載を再開したが、数ヶ月後に再び休載を迎えた。この際に明確な最終回が書かれたのだ。その後も同年に再開、掲載誌を変えながらたびたびの休載を経て28年間続いたが、昭和49年2月21日を最後に、連載を終了した。その内容は、給食困難でカツオが学校へ弁当を持参するというものだった。姉妹社版では収録される順番が変わったため、最後の4コマはトイレットペーパーの切り詰めにカツオが文句を言う内容となっている。さらに朝日文庫版でも順番が変わっており、カツオが波平に悪態をつく話が最後となっている。一家全員が海に帰るデマエンドよりも、原作初版に書かれたという、漂流先で人食い人種に捕まったというエピソードの方が強いような気もするが、明確な最終回は、ほのぼの路線だったよう。2、エンディングの家の煙でじゃんけんの手が決まる。エンディングで磯野一家が飛び込む家の煙突から出る煙を見れば、次回予告でサザエさんが出すじゃんけんの手がわかるというもの。具体的には、輪っかならグー、ニョロニョロならチョキ、何も出ないならパーとされているが、
これもデマ。煙はどの回でも悪化である。3、次回予告のピーナッツ投げを真似した子供が、某、次回予告がピーナッツ投げから、じゃんけんに変更されたのは、1991年10月20日。子供がサザエさんの真似をしてピーナッツを喉に詰まらせて、暴する事故が発生し、ピーナッツ投げは廃止されたと言われることがある。しかし、実際にはそのような事故は発生しておらず、視聴者から子供が真似したら危ないとの指摘があったので、制作側の話し合いによりじゃんけんに変更されたというのが、本当のところのようだ。これもデマらしい。デマでよかった。視聴者の皆さんもピーナッツ投げは喉に詰まらせたら大変なので真似しないようにね。4、磯野家の学歴。波平は京大、船は日本女子大、マスオは早稲田、サザエは淡路女学園、太鼓は立教大、そしてあのノリスケが東京大学卒という裏設定がある、というもの。早いものでは2000年代初頭から、ネット上で流布されていて、SNS などでたびたび話題となり、現在に至るまで広く認知されるようになった。原作では、波平は旧制中学卒、当時としては高学歴の部類には入る、サザエと船は女学校卒、マスオは次大卒であることが明言されているが、いずれも校名は出てこない。アニメも同様で、登場人物の学歴について触れたことはない。上記読み以外の人物については、原作でもアニメでも全く言及がない。つまり、ネット上でまことしやかに囁かれる高学歴説は、ほぼ全て根拠のないデマであると言える。マスオの総大卒というのは、謎本において最初に唱えられた説である。原作にて、マスオとその兄が、ふるさとと都の西北を歌う場面があることから、マスオは早稲田大学出身ではないか、と考察したものである。以前は公式サイトで早稲田大学を卒業し、と紹介されていたが、現在は削除されている。現状、マスオの総大卒は公認という認識でいいだろう。また、姉妹社版サザエさん六巻末の解説で、旧制第一高等学校卒である、という説が新たに提示されている。波平の兄弟卒は、初代声優の永井一郎氏が京都大学出身というのが混同された可能性がある。マスオの早稲田卒は考察班が否定してたな。マスオの兄は都の西北歌ってたけど、マスオは違う歌を歌っていた。マスオが持ってた覚悟は早稲田の覚悟ではなかった。アニメでは公式扱いになってるらしいから、なんともって感じやが原作では明言されてないな。原作には記されていないものの、削除はされたが一度は公式が認めたということで、マスオさんだけは早稲田卒との認識でいいようだ。5、ワカメとタラちゃんがヒロポンを服用。ワカメとタラちゃんがヒロポン、覚醒剤を服用していたと、画像付きで SNS などで拡散されることがあるが、これも間違い。画像の漫画はサザエさんではなく、同作者の別作品、似たもの一家。この漫画は伊佐坂一家が主役なのだが、伊佐坂先生のヒロポンを服用したのは富田都、南吉という兄弟であり、ワカメとタラちゃんではない。この作品が書かれた昭和24年当時は、覚醒剤は違法ではなかったため、決して原作者の長谷川真知子が、子供に違法薬物を服用させるネタを書いたわけではないということに注意。余談だが、サザエさんの原作において一度だけ覚醒剤が登場したことがあった。が、このネタが掲載された当時すでに違法となっていた。長谷川はそれを知らず、新聞の読者の声欄にて指摘されて初めて気づき、あえなく単行本収録を見送られた。一致も説明しているが、その時代の背景があるということだ。当然、今は違法です。ダメ。絶対。6、サザエさんの舞台は昭和。アニメでは東京スカイツリー、ノートパソコンといった現代のものが登場することがあり、その度にインターネット上では昭和が舞台のサザエさんに現代のものがと話題になる。しかし、サザエさんの舞台はあくまで現代、磯野家が昭和風の暮らしをしているに過ぎない。原作は新聞4コマという性質上、当時の世相を強く反映している。連載が始まった昭和21年頃には配給制や在日米軍、連載中期には核実験や東京オリンピック、後期には大阪万博やオイルショックがネタにされた。磯野家の暮らしも時代に合わせて変化が書かれた。
連載中期まではちゃぶ台だった茶の間はダイニングテーブルに変化、風呂は五右衛門風呂からタイル張りになったし、家具は洋風になり、家は2階建てに増築された。時代に合わせて街並みや暮らしぶりが変化するのがサザエさんという作品の重要な要素であり、決して時代劇ではないのだ。なんとサザエさんの舞台はずっと昭和のままというわけではないらしい。登場人物だけが年を取らないまま、時代だけが進んでいく。そういった世界観ということだ。一致のサザエさん解説はまだまだ続くよ。7、サザエさんは男尊女卑。フェミニストがサザエさんを、時代遅れの男尊女卑作品だと批判することがある。確かに、時代遅れな描写が目につくことがある。アニメを見ると、波平は甲板亭主のようだし、サザエと船は専用主婦だ。だから、サザエさんに対して拡張的な印象を持つのは仕方のないことかもしれない。しかし、サザエさんという作品全体を眺めると、決して女性差別的であるとは言えない。今でこそ専業主婦ではあるものの、出版社、探偵会社、金持ちのお手伝いと実に様々なことに挑戦してきたサザエは、決して専業主婦という立場に甘んじているわけではない。むしろ、女性はおしとやかが理想とされた昭和時代の視点に立てば、サザエは非常に女性らしからぬ女性に見えたことだろう。連載初期、男女同権大会で、男性よ女性を解放すべしと声高々に主張。連載後期でも、女性は男性と比べて50を過ぎれば能力が落ちる、と差別的な主張をする波平とマスオに対して、船と共に火事ボイコットで対抗するといった話が書かれた。これらの場面から、サザエが拡張性に反対し、女性差別的な風潮へ抗おうとしている、そういう人間であることがわかる。カンパク亭主な波平も、カツオにたしなめられて家事を手伝ったり、ゴールデンウィークには家庭サービスに尽くしたりもした。彼も彼で、仕事一強の頑固親父といった性質の父親ではないのだ。要塞堅固のおしとやかな女性というイメージがありがちな船も、原作やアニメ初期では主張の激しい妻、子供には厳しい母親である。サザエさんという漫画は原作者が女性である手前、そういった描写が多いのだ。この作品の男尊女卑というイメージはむしろ、近年のアニメによって形作られたと言えるだろう。原作の連載初期からサザエさんは革新的な女性であったらしい。そもそもオープニングからドラ猫を裸足で追いかけるサザエさんを、おしとやかな女性だと思って見ている層はどのくらいいるのだろう？視聴者の皆さんはどういった印象をお持ちだろうか？波平は兄弟卒で、サブちゃんは一橋卒、サントリー、三河屋なんやろ？それはデマ。8、船は5歳。もともとは謎本において唱えられた説。波平と船が出会ったと予測される年代よりも、サザエの出生年の方が早いという矛盾を、波平には前妻がいて、サザエはその二人の間の子供であると結論付けることで、解消を図ったたもの。こうすることで、サザエとカツオの年齢差も説明できるとした。結論を言えば、この説は間違っている。謎本において指摘された矛盾というのは、昭和48年8月25日に掲載されたものがその根拠とされている。デパートで偶然出会った知り合いの年配の女性に対して、船が不調殿と改まり、波平に対して、従軍看護婦してた時の先輩よ、あなた今日は遅くなります、と言って二人で遊びに行ってしまう。実はそれは船のついた嘘で、いつも男が使っている手だからというわけである。謎本では、波平がそんな話初耳だなぁ、と首をかしげているのを、船が従軍看護婦をしていた時期、戦時中より後に二人が出会ったからとし、一方でサザエは1920年代生まれだから、二つの設定が矛盾しているとして、これを根拠に船5歳説を展開したのだ。だが、連載が20年以上にわたって続いたのだから、その時々でキャラクターの出生年などの設定が異なるのは当然のことで、例えば、連載を開始した昭和21年には、23歳、途中で24歳になるのサザエは、大正生まれということになる。連載が終了した昭和49年ではサザエは戦後生まれとなる。つまり謎本で唱えられた時系列の矛盾というのは、一部分だけを意図的に選択して、繋ぎ合わせたこじつけに過ぎず、船5歳説には説得力がないと言わざるを得ない。
ネット上では、原作に波平と船が、前妻の墓参りに行くシーンがあると言われることがあるが、実際にはそのような表現は確認できない。長谷川町子美術館も、船御祭説と、前妻の墓参りシーンの存在を完全に否定している。何より、ネット上でたびたび、この前妻の墓参りについて言及されるのに、剣の画像が誰かの手によって投稿されることは決してないのだ。結局のところ都市伝説の域を出ないのである。つまりは船が外で遊びたいがために波平についた嘘から始まった都市伝説だったというわけだ。公式が否定しているならこれは完全なデマということになる。一致による丁寧な解説は続くよ。マスオが関西出身なのに全く関西なまりないのが闇深い。公式本のキャラ設定では実家に帰るとつい大阪弁が出てしまうと紹介されてた。 Y が知る限りではマスオの大阪弁は聞いたことないが。9、マスオとノリスケはインパール作戦の生き残り。連載初期、マスオとノリスケくらいの年齢なら太平洋戦争に参加していてもおかしくない。加えて2人とも長男ではない。マスオにはサケオと呼ばれる兄が1人、ノリスケは5人兄弟、原作では8人兄弟の三男である。しかし、原作にはマスオとノリスケが戦争に行ったということがはっきりとわかるシーンがないため、2人がインパール作戦の生き残りというのは完全なるデマである。ちなみに、波平は徴兵されていたことが明言されている。サザエがカツオに波平の徴兵された時の写真を見せるシーンがある。幻の妹、磯のメダカ、これも完全なデマ。原作者である長谷川町子が、カツオ、ワカメ、メダカ、と、かの位置が順々に移動していく遊び心から思いついたが、海の生き物ではないからという理由で抹殺された、という説明がつく。これには、何の根拠も出典も存在しない。原作者も公式も、一度もこの幻の妹について言及していないのだから、情報の出所は間違いなくネット上の愉快犯である。第一、海の生き物じゃないという理由で削除されるのなら、マスオさんも存在してはならないことになる。マスは鮭の陸風型で、海へ下ることがない。実に立ちの悪い、悪質なデマだ。タラちゃんには人手っていう妹がいたような。人では、10年後のサザエさんに一度だけ出てきたやつやな。マスオとノリスケは戦争の生き残りでもないし、カツオとワカメに幻の妹も存在しないらしい。でもすごくそれっぽい内容だ。都市伝説って面白い。中継、サザエさんはイタリアで放送禁止。イタリア語で磯のカツオ、が私は男性器ですに聞こえるため、イタリアではサザエさんが放送禁止となっているというもの。確かに、私は男性器ですをイタリア語に訳すと、磯のカツオと聞こえる。が、冷静に考えれば、ドラえもんのように登場人物の名前を変えて放送すれば良い話で、それだけを理由に放送禁止となるのは不自然な話だ。ちなみに、アメリカでは、のび太はのびー、しずかちゃんはスー、スネオはスミーチ、ジャイアンは、ビッグジーと呼ばれてるよ。ドラえもん以外はアメリカのそれっぽい名前に変わっているのだ。続きを聞いてみよう。実際、サザエさんが海外で放送禁止となっているという話は存在しない。現在のところサザエさんが地上波で放送されているのは日本だけで、過去に海外へ展開されたことはない。それは、利権に厳しい公式側がストップをかけていることが考えられるし、あるいは日本的な要素が強すぎて海外からの買い手がつかないのかもしれない。どちらにせよ、サザエさんは日本ではアニメ史上最高の知名度を誇っていても、海外ではあまねく無名なのだ。だからイタリアの放送倫理委員会がサザエさんを見て、磯のカツオの名前が卑猥だから、イタリアでは禁止しようと協議するとは考えられない。おそらく、最初に卑猥に聞こえることに気づいた人がいて、その噂が広まっていく間にどんどん話が膨れ上がって、最終的にイタリアで放送禁止の誤情報が形成されたのだろう。ちなみに、原作は英訳されて海外へ輸出されている。抑え、マスオの不倫相手。マスオには牛を吹きアワビという不倫相手が存在し、子供も身ごもっているという裏設定があるという情報が、SNS 上でルフされることがあるが、全くのデマ。マスオに愛人がいるという設定は原作にもアニメにも存在しない。あれ、
ただのネタだろ、みんなわかってる。それが騙されるやつがいるんだな。以上や、長すぎてすまんな。なるべく正確な情報入れようとしたらこうなった。これで一致のくんだ。デマ打線の解説は以上となる。視聴者の皆さん、この打線の中に裏設定だと信じていたものはあっただろうか？コメント欄で教えてくださると幸いだ。ちなみに筆者は船は5歳だと本当に思ってたよ。この後も、サザエさん研究から式一致による質疑応答が続くので、最後までお見逃しなく。Y が小さい頃タラちゃんが妖怪人間ベロって都市伝説が流行ってたわ。これはどうなんや。高等無形で草。中島、国学院久我山、砲台、中日、パドレス、ドジャース、レッドソックス、ヤクルト、中日、東海テレビ解説者、中日投手コーチ。1年、最初のじゃんけんはここ数年貯金。それは事実、理由は不明やが。サザエさんの初回アマプラで見たけど、あんなん放送したらあかんやろ。ワイはただ事実を伝えたかっただけや。実際、サザエさん見始めた最も古い時期はいつ？じゃんけん始まる直前ぐらいは覚えてるけど。ワイは新参、アニメは2000年代入ってから。意外にも一致は自身が新参であると明かすが、この情報を調べ上げた熱意に素直に感心してしまう。ちびまる子ちゃんの最終回、とかいう都市伝説ほんま嫌い。あれ考えたやつ絶対原作読んでないやろ。悪意があって作ったわけではないだろうけど、サザエさんみたいな平和な作品ほど悪質なデマがネタとして広がりやすいんやろうな。言うほどサザエって平和か？アニメなら。サザエさんはアニメより、原作の方が断然面白い。アニメもあれはあれで割と面白いんやがな。原作とは別方向の面白さがある。高田健士は国民的アニメ、サザエさんに高田健士役として長期にわたり出演し、磯野家を一度マルチ商法によって家庭崩壊まで追い詰めたことがある。中島の養親空襲、暴説は？聞いたことはあるな。公式調べてもなかったからデマやないかな。アニメ初期にそう設定されたが後で削除された可能性もあるが。いつも元気にカツオを野球に誘ってくる中島が、真相はどうなんだろうか。一致によるとソースはないようだ。視聴者の皆さんの中に真相を知ってる方がいらっしゃれば、ぜひ教えてほしい。まあ普通に考えて、わざわざそんな設定もらんよね。トトロの姉妹、暴説みたいに、平和な作品ほど裏には闇がとかで、にちゃりたい奴がおるんやろなって。伊佐坂さんと浜さんの時系列問題はどうなん？52設定がガバガバなだけやないか多分。伊佐坂先生が引っ越してきた回を見た記憶だけがある。調べたら伊佐坂、浜、伊佐坂、別人らしい。ただ火曜版では過去作流すから、バラバラなのでさらにややこしい。日曜日版のサザエさんを、数年遅れで同じ週の火曜日に再放送していた時期もあり、余計に話がややこしくなったという背景もあるよう。学歴ってソースなかったか？ないからデマや。サザエさんのお菓子のパッケージ、フジテレビで売ってるやつに、主要キャラの学歴とかのプロフィール書いてあった気する？前も言われて調べたんやが、何にも見つからなかったわ。学歴の話は完全デマなのに、ガチのこととして信じてるやついるよな。火曜日サザエさんとか言う？今もしあったらサザエさん現象が消失する存在。世界不思議発見現象になる、と思ったらこれは土曜日やったわ。焦点だと早すぎる気がするし、やっぱサザエさんやないと。情熱大陸は？あれリアルタイムで見たことないんを。マスオの早稲田卒の根拠とされた4コマは、3コマ目でマスオが第一高等学校の寮歌を歌う、4コマ目でマスオがふるさとを、マスオの兄が都の帝国を歌うっていうやつや。フジテレビ自体が学歴ネタに目覚めてるから、公式で悪乗りしそうなところはある。それはやめてほしいな。サモネクっていうもともと10代がコーラスやボーカで競ってた番組が、今や学歴バトルとかしてるから何をしてきてもおかしくない。真面目なスレやから、堀川くんネタはないんやな。あれは三木室のオリジナルやし。堀川くんはサザエさんに登場するワカメのクラスメイトだ。自分の飼っているヒヨコに、ワカメと名付け、いずれ卵を産んだらワカメに食べてもらいたい、という話や、壁のシミに平吉と名付け自分の弟にするなど、どこかサイコミを感じさせるエピソードにこと書かない男の子である。スレミンの言う雪室は、アニメ版サザエさんの脚本家だ。まともだった頃の堀川が思い出せないわ。どんなんやったかな。堀川くんは原作にもいる？いない、雪室のオリキャラ。
旧堀川は、鉄杉の劣化版みたいな感じやなかったか。猫の玉が原作とアニメで違った気がする。原作じゃペットが猫以外にたくさん出てくるしな、玉という名前でもアニメみたいな白猫じゃなかったり、満州から引き上げてきた夫婦が、どちらも変装してて、男女あべこべになった玉は少し闇を感じたわ。あれは当時満州引き上げの際に女性が荒れ、腐される事案があったから、実際に男装してた例があったとかなんとか。花沢さんって成長したら絶対美人になるタイプやと思うんよ。そもそもインパール作戦とかマスオやノリスケ世代ちゃうやろ。サザエさん悪ノリの前例はあるから、これから学歴が公式設定になる可能性もあるにはあるな。前例ってなんや？詳しく。タラちゃんに東芝の製品を宣伝させて、クレームがついたり、堀川をサイコパスキャラに変えたり、学歴ネタばかりになったのは東進と絡んでからやからね。花沢、中島、香織、堀川、アナゴはアニメのオリキャラや、ちなみに原作では、イクラちゃんに名前が設定されてなかったから、雪室が娘の好物にちなんでつけたのが由来。なんと我らがヒロイン花沢さんは、原作で存在してなかったらしい。衝撃。OP 観光地が協力金払ってるのは本当？それは事実。半年間で数百万とか。いえ。これでも安い方なんだな。半年で1000万以内って格安だと思うが、あとアニメに雪室本人が出てきたりとか、今じゃ考えられんが。マスオさんが早稲田出身という話に引っ張られて、野原ひろしも早稲田ってことになってるな。勤続年数から高卒なのに。マスオが高学歴ってのは原作でも匂わせてたからまだいいわ。その他のやつはやめてほしい。磯野家がインテリになってまう。富士自体日テレやテレ朝と違って、インテリ路線は嫌いやったんやが、林修ブレイク以降、東進と絡んで学歴ネタをいろんなバラエティにぶっ込むようになった。これは民放全体に言えることやが。マスオとカツオがお化け屋敷に行って、首吊り、タイの人形みたいなのを見て、よくできてるって言ったら、本物の、タイあったってのはあるな。あと学生運動ネタとストライキネタも多かったわ。赤ちゃんに波平が、お兄ちゃんどこに行ったの？って言ったら、学生運動で逮捕されたって言って、赤子にも厳しい世の中になったみたいな。それマジ？アニメの話やろ？見たことあるわ。ここで、サザエさんを古くからリアルタイムで視聴していたらしき百が現れ、一致と考察を深めていく。我々も二人の話を一緒に聞いてみよう。原作？そうや、後勝ちでヒロポン売ってた回もあったな。九州編あたりの話やけど。ヒロポンはデマやろ。ヒロポンは未収録のやつで、無関係の人間が薬局で買ったやつで出てきたきりやなかったか。それ以外では見覚えがないし、まして磯野家の人間は使ってないはず。あと公害ネタとかもあったな。川で自殺しようとした人を助けようとしたマスオさんが、和で溺れて自殺、人に助けられるみたいな話もあった。調べたらなんかあるっぽい。ワイは見覚えがないな。マスオが浸透してる話とかもあった気がするわ。あと磯野家があくまで傍観者で、他家族のストーリーとかを見てる、みたいな話も中盤から増えていった気がする。浸透とは、賃金アップや労働時間の短縮といった、労働条件の改善を交渉する、労働運動のことだよ。マスオさんも頑張っているのだ。原作は初っ端から、闇市やー、みたいなシーンあったよな。首吊りの話はやけに覚えているわ。あと不老者が出てきたりとか、時代の辛さみたいなものも感じた。あの時代にも弱者はいたんやなって、それに比べれば磯野家は幸せなんやなって。首吊りのやつは知らんな、読み直してみるか。不景気だからじ、寿司たんだよ、みたいに、店員がし、胃を下ろしていた気がする。オッケー、見直してみるわ。これは一致も知らない回だったらしいが、時代というやつなのだろうか。もし本当だとしたら、今ではとても放映できない内容だ。あと長谷川真紀子の自叙伝、みたいな漫画も見た気がするわ。幼少期に診察に来た医者に、男の子と勘違いされたり、母親がボケたりとか、意地悪ばあさんは、ばあさんがたまに良い人になるのが好き、地獄か天国かで夫が、あいつに会いたくないからお盆には帰りたくない、みたいに言っているシーンとか、意地悪ばあさんも面白い。意地悪ばあさんは、サザエさん作者、長谷川真紀子先生による別作品だよ。ドラマ化されてるので、視聴者さんの中にも見た人はいるかな？こたつの話の最後がめちゃくちゃ怖かった。
波兵が従軍してた話もあったな。すごい貧相な二等兵の写真で、カツオは見なきゃよかったみたいに言っているシーン。あと女の子にカツオが何かプレゼントしたら、イケメン系の同級生が、化粧セットレア物を女の子にプレゼントして、女の子の父親がモテる人は若い頃から違うんだなぁ、みたいな言うシーンとか。それは覚えてる。最後にカツオがダメな親ほどいじらしい。って波兵を抱きしめるやつやな。何それすごくほっこりしちゃう。抱きしめられる波兵、かわいい。あと、長谷川町子がサザエさんをアバターにして、世界旅行するみたいな話もあったな。あの当時はベルリンの壁があった。あったあった、あれは面白いな。内容は覚えてないけど、結構貧困なところもあったな。長谷川町子も同窓会に行こうとしたら、編集者にスト用に1枚追加で書いてくださいって言われて、ここにもストに切れる女が、みたいな4コマもあったな。あと船が女学校の同窓会に行って、先生にいたずらする、みたいな話もあったな。結構覚えてるもんやな。首吊りのやつだけ記憶が曖昧やが、マスオとサザエが親と喧嘩して、サザエが親をボコって磯の家にで戻ってきたのは合ってるんだっけ？マスオが無断で借家の塀を焚き火にするのを親に目撃される。その後すぐにマスオが留守の間に親が訪ねて、サザエに家は売れたから出てけという、怒った波兵が談判しに行ったら、親がボコボコになってた。大家さん、元気なお嬢さんですね。皮肉、波兵、みたいな感じやったのを覚えとる。そうそう、その後に同居することになったんや。大家をボコボコにして今の磯の家にで戻りしてたなんて。元気な娘さんどころじゃない気がするが、昔のサザエさんはぶっ飛んでる描写も多かったようだ。アニメ史上最高の知名度で思った、サザエさんとアンパンマンってどっちが知名度高いんやろか。後発やけど、ほとんどの子供が通る道やし。どっちも同じぐらいやないか。でもアンパンマンは早いうちに卒業するから、サザエのが少し上か。高齢になるとアンパンマン自体馴染みないのかな。九州編と終盤やと、かなり絵柄違っているよな。アニメの絵柄とは違うとは思うんねん。今のアニメの絵柄は、昭和20年代後半に近い感じがする。アニメ初期は原作後期の絵柄やったが、ネットによく上がる精神病院のやつって、原作にもあるんかな。精神患者はよくネタにされる。それで復刻版サザエさんでは、精神病患者への差別描写で、未収録になった回もある。こうしてイッチとスレミンによるサザエさん談義は幕を閉じた。ご長寿アニメだけに様々な憶測が飛ぶのも仕方のないことだろう。今後、新たな都市伝説が生まれていくのを見守るのも楽しいかもしれない。さて、いかがだっただろうか？今回はサザエさんに関する都市伝説と、その根拠となった話などを詳しくご紹介した。他にもこんな話を知ってるよという方がいらっしゃれば、ぜひコメント欄で教えてくださるとありがたい。それではまたお会いしましょう。